はい、皆さんこんにちは、アジでございます。フォールアウト3ですね。やってきました。カーって聞こえたけど、おー、グールがえ、ここいたっけ。あと、これグレーないので気をつけてくださいね。遅いけど、お、また来てる。おお、来てるわ。こら、間に合わない。さあ、殴りましょう。おい、よし。もうグールさえものけぞる、このパンチ力。さあ、キャップね。でね、ここまで来てて言うのもなんですけど、私ね、コメントでいただきました。ワーリントントンネルですか、これは。これは、まあ、関係ないんですけど、私、パラダイスフォールズ、もう、行けてるみたいです。本当に、ありがとうございます。でね、メガトンのずっと来たって聞きましたんで、あら、ずっと来た。あ、本当だ、これだ。じゃあ、行きますよ。ありがとうございます、本当にね。で、メスメトロンをもらいましょう。だもんで、これで、次行っちゃいましょう。いやー、私、パラダイスフォールズ行けてるって、あ、一回通り過ぎたんだね。なんかそんな記憶がちらほら、あるんですけど。そこを動くな。誰であろうが奴隷ビジネス以外の要件で、パラダイスフォールズには入れさせん。奴隷ビジネスの資格があるかは、こっちが決める。え、パラダイスフォールズはなんだ？冗談だろ。パラダイスフォールズを聞いたことがないのか。あんた最近ボルトを出てきた口か。ここは奴隷商人がいるところさ。俺たちはウェイストランドで捕まえた奴隷を売るのさ。売買しないんだったら消えな。奴隷人間よ、それはひどい。奴隷、まあみんな生計を立てていかなきゃいけないからな。これでいきましょうか。まあみんな生計を立てないといけないからな。そうさ、もし生き抜くタフさがなければ、生きてるやつにとって使えるやつじゃないとな。カルマ、ああ、低いからね。自分が嫌なの、誰なのか知らないのか、いろいろ今すぐ。おしゃべりしてる時間はない、中に入れてほしい。どうして入ってはいけないんだ。何もトラバーを起きない、ただ見た。カルマって初めて見た。と言いましょう。自分が誰なのか知らないのか、いろいろ今すぐ。構えなくてもいいよ。あんたで遊んでたのさ。あんたが誰か知ってる。さあ入ってくれ。友人からの警告だ。バカな真似はするなよ。やり直しは効かないからな。ああ、もしお望みならお互いに利益のあるオファーをするから考えてみてくれ。おお、お互いに利益があるオファーとは、カルマが低いとこういうことになるんですね。メスメトロンってものがある。これはスタンガンの一種で、奴隷にしやすくするためのものだ。あんたにこの効力を試してほしい。このメザーを持って哀れな奴を撃つんだ。彼が夢の中にいる間、この首輪を頭の上から引っ掛けるんだ。首輪には注意しろよ。いじると爆発するからな。奴隷にはここに素早く戻らないと頭が吹っ飛ぶと伝えろ。ここにユーロジーが奴隷にしたいものの特別リストがある。だが首輪をかけられるなら誰でも自由にやってくれ。一人到着するたびに金を払うよ。ああ、いいですね。メモを追加。パラダイスフォール。メスメトロンマニュアル。ああ。いっぱい入ってきました。メスメトロンが入ってきましたよ。メスメトロンについて詳しく教えてほしい。ああ、テンペにいたわ。スーザン・ランカスターあったね。リベットシティから、ほら。あ、これやったような気がする。まあいいわ。行きましょう。メスメトロンについて詳しく教えてほしい。喜んで。もっと話そうじゃないか。で、今度は何の話をしたいってんだ。メスメトロン用の弾薬が欲しい。あー、これ無理かな。もう全部使ったのか。ジーザス、呆れるぜ。10個200キャップで売ってやるから、買うか買わないか決めろ。いや、まだ使ってないんでね。あ、なんでもない。時間を無駄にするなよな。そうだね。メスメトロンの仕組みは、あ、これをどこで見つけた。古い軍隊基地に保管されてた箱の中にあった。ずっと試したいと思ってたけど、ユーロジーのことで忙しくて時間がなかったのさ。それにマニュアルを見てるとちょっと不安定そうなんだ。それを試してくれてありがとな。私で試すのね。メスメトロのことはもういい。
はい、もしまだ質問があればクソマニュアルを読んでくれ。読めなけりゃレイダーたちのとこに行って仲良くなってくれ。俺はバカに時間を使いたくない。あ、わかりました。どれにしたい重要ターゲットって詳しく教えてくれないか。ドイツのことを知りたいんだ。とりあえず2人ですね。スーザン・ランカスター。スーザン・ランカスターはテンペニータワーに住んでいる。彼女は俺らの身内だが足抜け料を払ってないのさ。うん、あ、フラッグ。フラッグは以前俺らの身内だった。彼はリベットシティで新しい生活ができると思ってて何度か俺らを裏切ったんだ。だから報復するのさ。うん、あ、こいつらのことはもういい。いいね。このバカどもの話を一日中するのは俺が言ったことじゃないぜ。うん、なんかこの人癖があるね。欲しいのはこの VIP だけか、それとも他のどれも欲しいのか。この VIP のうち一人を連れてこい。そうすればパラダイスフォールズに入れてやるぜ。おお。だがユーロジーが俺にお目付け役の仕事を貸してる以上、金になる仕事はあまりできないのさ。もしあんたが奴隷を連れてきたら喜んで報酬を分け合うよ。ずる賢い考えなんてするなよ。俺は奴隷の首輪の無線信号を監視して新しい訪問者の記録をしてるんだ。うん、制御首輪についてもっと知りたい。ジーズス、あんた口を閉じたことあんのか。何を知りたいだって喋りすぎってことかな。首輪の使い方は。首輪はパラダイスフォールズで監視している無線信号を発する。奴隷が間違った方向に行ったらボタンを押してブーンさ、奴隷の頭が飛ぶ。一度首輪をはめたらフィールドで外すことはできない。誰かがいじると爆発するようになってるからやめろ。うん、これは奴隷にどうつければいい。さあメスメトロンをやるよ。そうすりゃ簡単さ。もしメスメトロンでうまくいけば、やつらはあんたが言えば自分自身で首輪をつけるぜ。おお、そうなのね。まあとりあえず行こうか。いいね。おしゃべりを聞くと頭痛がするんだいずれあんたにもメスメトロンやってあげるよっていうとこでしょうかね。さーてと、ちょっと休みましょうか。まだ中には入れんのかな。中入れないんだよね。そうなんだよね、見られてもね。さあ、じゃあちょっと昼間にしましょうか。というよりパラダイスフォールドまで、あ、パラダイスフォールドじゃないわ、テンペニタワーまで行っちゃいましょうか。いや、ちょっと待ってね。テンペニタワーまで行くんだったらちょっと地道走ってテストしたいね。さあ、先ほど手に入れた、メスメトロンね。これってある程度やっつけきってないとダメだったような気がするんだけどね。違ったかな。これの、こっちだね。だったと思うんですけど、45発あるんだね。あ、これだったね。あ、マニュアル読んでみましょうか。ちょっと字潰れてるから読みにくいと思うんですけど、こっちかな。あ、これだね。これはクエストか。リベットシティから、アンドロイドもいいですよ。とりあえず、リベットシティと、こっちだね。で、ノート。以下に簡単なルールを記しておく。首輪を下手にいじらないこと。ああ、これね。レザー光線は首輪の自爆システムを、誘導させるかな。メスメスで打たないこと。ああ、下手すると首輪を、そういうことね。首輪をなくしたり盗まれた場合は自分が首輪をつけられることになるのでってか。メスメトロンマニュアル、まずは感謝したい。ああ、字がだいぶ潰れてるね。重要。ああ、もうこれはいいわ。パラダイスフォールズ、あ、これターゲットね。あの隠れてる。ああ、助けてください。何これ。もし誰かがこの録音を聞いているなら、それは信頼に値する人間ということになる。そうでなければ、聞いたのが悪党だよ。なぜなら、この録音は我々両方を危険に陥れるからだ。私は連邦を去って逃亡中の身だ。あ、アンドロイドかな。ああ、そうだね。すなわち人造人間。そして奴隷だ。私を追跡している連中は残忍で、所有物を取り戻すためだ。ちょっと暗くてね、わかんないんですけど。どんな手段も使うだろう。顔に整形手術を施してくれる医者がウェイストランドにいないか現在探している。
ちょっと寝ましょう。コンピューターの専門家も必要だ。10時間見つけなければ私の記憶を消去して顔を別人に作り変えてくれる人間を。さあちょっとね、レイダーさんとかいったらこのメスメトロン試してみようかな。ある程度確かにいきなりやってもダメだっていうような気がするんですよね、メスメトロンって。確かね、ある程度メスメトロンマニュアル、そうだね、これはね、はいはい、なんだろう、ぶっちぎりでリードすると書いてますけど、いや、これ仕組みより、使い方だね。なんかね、いろいろ書きすぎてね、よくわかんないんですよね。あら。確かね、ある程度ダメージを与えなかったらダメだった気がするんだけど。レーダーで試したかな？ちょっとわかんないね。殴っちゃうと私結構やってしまいそうだから。ちょっと待ってね。で、アイテム。首輪ってあったっけ？ないよね。首輪ってないよね。首輪はないよね。首輪ってどうしたんだっけ？首輪は、あれ、覚えてないな。首輪ってどうやったんだっけ？なんて書いてんだろう、これ。多分、首輪のマニュアルがこれだね。これなんだろうね。メスメトロン。そうだね。そうだね。まあ、とりあえず一遍使ってみるか。ちょっとはっきりもう覚えてないんだよね。とりあえず、殴りにしておきましょうか。いや、こっちかな。これだよね。多分ね。さあ、ありがとうございました。これでね、メスメトロンが手に入りました。さあ、天秤にタワーね。天秤にタワーでやっちゃいましょう。お、なんか高速がある。これでいけんのかな？全然敵さんいないね。これダメだね。これは途中で切れてるから、また戻ってこないといけないやつだね。あれなんですよね。上から落ちてると死んじゃうからね、ショートカットでね。ちょっと人生までショートカットしそうになっちゃうんでね。それはまずいですね。さ、いないかい？何か。あ、いないね。あ、全然。敵さんいないね。さあ。あれ、もうちょっといるかなと思ってたんですが、ことのほかいないですね。そうだ、こうなるとメガトンの入植者の方たちもメスメトロンかけれるのかな。変なことまた考え出してますけどね。あ、なんかある。よいしょ、大丈夫だね。あ、出てこないね、何も。レイダーさんぐらいいるかなと思ったんですが、そうでもないね。何かある？燃えた家と、あ、なんか爆発したね。またバーンって言ってたね。このゲーム結構ね、ボン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 言うんですよね。何もない。あ、ちょっと待ってください。ちょっと実は、あ、これじゃないね。セッティングでね、首振りがね、
弱い気がするんです。特に横方向、X 軸だね。ちょっと上げます。あ、 Y 軸もちょっと上げましょう。はい、あまりね、あ、これぐらいかな、これぐらいだった方がいいかな。ちょっとやりすぎるとね、見てられてる方、気分悪くなっちゃうと思うんですけど、なるべくね、それは避けていこうかなと思ってますので。結局何もなかったね、この家。天気悪いね。あ、なんか、あ、来た、なんか見えた。あ、私より、あ、ロボット、ロボットね。どうしようかな、こっちかな。ロボットにはこれだね。後ろから行ったら気づかれないんじゃない？やばい、今動いたね。気づかれちゃった。警戒してるね。さあ、じゃあ撃ちましょうか。まあ、ここ撃っとこう。え、何？ 2 発で終わっちゃった。あら、もっとガンガン行くかなと思ったんですけど、腕2発で終わったね。ああ、すでにいろいろやってたんだこれ。ああ、アリの肉、いや別にいいですか。そういうことだったんですね。お、エナジーセル、おお、いいですね。いただきましょう。で、こっちに何かあるんで一応表しとき。おっと、ヤオ具合がいるね。ロングからいっちゃいましょうか。どうせ当たんないだろうから、ボディで。で、警戒するでしょ。で、じーっとしとくと。ちょっとゆっくり下がっていきましょう。もう一発撃てる？あ、当たったね、これ。全然減ってない。あ、走ってきた。よいしょ、殴りましょうか。強いな、相変わらず。ヤオ具合め強いな、相変わらず。もうヤオ具合の肉を食っちゃおう。ヤオ具合強いね。あ、でもコンバットアームもちょっと損傷してきてるね。汚れた水、ヤオ具合、血液パック、ぬかコーラ、モルパインってなんだっけ。あ、DR が上がるのね。敵出てきてからにしましょうね。さあ、何があるんだろう。まあ、ぶっちゃけ私にさ、私の方がさ、私よりも、あ、ごめんなさい、ちょっと言葉がうまいことまとまらなかったですわ。私に発見、先に私に発見されてるようじゃダメですよね。パーセプション低いからね。さあ、何があるんだ。お、なんか発見したけど、なんだなんだなんだ、ここら辺もあかんのかい。ああ、なんかとんでもないもんあるわ。はあ、あ、人いる。スカベンジャー？スカベンジャーいるね、こんなとこに。取引できるかな？死んじゃうよ、こんなとこいたら。あ、スカベンジャーいるね。取引しましょう。いや。何かありものは？まあ、見ていけ。ようこそ、人里離れた汚い店へ。品数はないが、ちょっと時間きましたね。全部俺のだ。終わっておきましょうね。じゃあ、スカイリムこの辺で、あ、違う、ホールアウトね、3この辺でやっておきます。どうもありがとうございました。